政治家は謝らない。どんなことをしてもしらを切り通す。理由があるからこれをやっていると言い切る。謝ればその時点で凄まじい攻撃を食らうことをよく理解している。ギブアップはない。往生際が悪い人のことを責める者が多いが、往生際を良くしてどうする。どんなに殴られてもいい。リング上でどんなにボロボロになっても、めたくそに言われても構わない。最終的にその殴られている姿に感動する人が必ず出てくる。あいつやべえよ。この言葉を言わせたら勝ち。そこでギブアップしたらただの敗者。何も残らない。いろんなものを失っただけ。相手が誰か止めてくれよと泣いて懇願してくるぐらい殴られればいい。試合は一方的だったとしても、諦めない姿に感動しましたというやつが必ず出てくる。すぐに謝る行為は、殴られた瞬間に痛いです負けましたとギブアップすることと同じ。そこには美学の欠片もない。美学が存在しないものに人は感動しない。貫き通せる美学がそこにあれば、失うものがあっても得られるものもまた絶対にある。